2023解説者サミット、はい、毎年恒例セリーグ6球団の超個性派解説陣がペナントレースを大予想。メンバーはドラゴンズ川上憲伸、タイガース赤星憲広、ジャイアンツ牧原ひろみ、カープ川口和久、スワローズ真中満に今回初参戦ベイスターズ谷繁元信。まずは話題沸騰中 WBC トークから。谷繁さん経験あります、2006年、はい、これ僕だけじゃないですか WBC。 そうなんですよ、 WBC となると盛り上がり方からすると、はい、当たり前のような感じがするじゃないですか、はい、そんな簡単じゃないと思います。オリンピック経験者、はい、川上さん、はい、日の丸の重みっていうのは本当はそこまで頑張るはずじゃなかった自分が頑張らされてる感じですよね。あ、これまた生々しい声。もうシーズンなんかどうでもいいってなっちゃって、国民の皆さんのプレッシャーですね。はあ、これがかかってきますよね。 WBC がどうだったのか今日の時点では分かりませんので、槙原さん、はい、ちょっとコメント2ついただいてよろしいですか。日本見事に世界一になりました。いやー、槙原さん、いや本当にね、あのやっぱ僕もやってくれるんですね、やっぱり現地で見ることができて、これ1回2回大会も僕見てて、だから全部アメリカ行ってんですよ、はい、だからマイレージ結構たまりました。マイレージ、はい、MVP 誰でしたっけ、ちょっと今ドロスでしたんですけど、いや大谷が、はい、大谷に大谷がやはりやっぱり大事なところで、そうですね、うん、やっぱり二刀流をやってくれました、ね、してくれましたよね。そうですね、槙原さん、残念ながら日本は優勝を逃しました。いや、だから僕思ったんですけど、あのピッチャーの順番違いますよね。、うん、エンジンがかかったところで本題へ。テーマは今年ドラゴンズで覚醒しそうな選手、川口さんから挙げていただきましょうか、はい、お願いします。ピッチャーで中地投手、そして野手で新加入細川選手。細川君はキャンプの MVP は彼じゃないか。そうなんです、そうなんです。名古屋の地が合うようであれば覚醒するんじゃないかな。あ、中地の評価をちょっと聞かせていただいてよろしいですか。沖縄の子なんで、はい、暑いところの出身なんで夏場強いと思うんですよ、はい、交流戦って結構データのないピッチャーをどんどん使ってくるんで、あ、これで慣れてきたら、はい、覚醒すると思いますよ。赤星さん、あの川口さんと一緒なんですけど、中地投手、はい、すごくいいですよね、このピッチャー、投げ方すごくいいんですよ。いいですよね、すごく。だからタイミングもいいしね、本当1年目から活躍できるんじゃないかな、うん、で中地くんにしたんですけど、はははブライト選手ですね。おー、来ました。ドラゴンズにはあんまりいないようなタイプ、うん、吠えながら戻ってきたりとか、うん、このキャンプ見ててもね、うん、すごく必死にやってますし、うん、まあ、それが結果として結びつき始めてるんで非常に楽しみだなと思いますけどね。さあ、では槙原さん挙げていただきましょう、お願いします、はい、お、小笠原、高橋、はい、そして野手では岡林ときました、うん、まあこれちょっと面白くないと思いますけど、いやいや、まあ、でもこの小笠原とか高橋って、ね、アメリカに行こうっていう感じがこの2人は多分もう芽生えてておかしくないと思うんです。まあ WBC で経験したらやっぱり向こうを目指さない選手はいないと思うんですけれども、うん、はい、やればやっただけ稼げる今のこの野球界ですから、はい、この2人はすげえ今年また変わってくるんじゃないかなと思います。槙原さん、現役時代にちらっとメジャーっていうのを思い描いたことって、やっぱりこっちのぬるま湯の方が良かったですね。ケンシーさんがメジャーちらついたのって2000何年くらいからなんですか。2009年から行きましたもんね。まあ、僕も別にメジャーちらついてるわけではなかったんですけど、ドラゴンズと、いや俺僕は知らないです。いやいや、そういう意味じゃなくて、僕はあんまり発言できないですよ。いやいや、まあ、自分の口から言った方がいいよ、ちゃんと。でちなみにケンシーいくらかでオファー来たの。はい。全然メジャーのこと考えてなかったんですけど、ね、いくらだったの。俺ごまかそうとしてる。アメリカ複数年ですか。年数じゃないから。日本の契約がここだとしたらアメリカは手で表せるやって。そらこういう。その当時の円のレートはいくらぐらいだったの。谷繁と真中もピッチャーでは高橋宏斗や小笠原をチョイス。注目は野手、ルーキーの山浅と12年目の高橋周平。キャッチャー山浅、谷繁さんが山浅を獲得した。これね、僕の1年目より
スキルあります。うわーそうですか。交流に関しては、まあ、現状を考えると山浅が2番手に入っていって次のレギュラーっていうふうに言ってほしいキャッチャーです。高卒1年目で一軍の試合っていうと本当に谷繁さんのイメージなんですが、どういう気持ちで試合に、僕ですか、はい、僕はね正直舐めてたんで、プロ野球を、おまけにねプロ初打席でヒットまで打っちゃったから、川口さん、いやこんな軽いやつに打たれた周平はですね、これちょっとね願望もあって、はい、まあ、今更高橋周平が覚醒かって言われると思うんですけど、僕はねもう彼が今年やらないともうダメだと思ってます。厳しいようですけど今年ラストチャンスと思ってやってほしいです。ラストですか。はい、もうそれぐらいの気持ちです。断言したってことでいいんじゃないですか。なんでマキさんが話を重くしてるんですか。最後は川上憲伸、ご覧の3選手を指名したが、注目は1軍登板ゼロのサウスポー福島。牧原さんと川口さんは選手名鑑をもう取り出すぐらい他球団ノーマーク。僕もね全然知らなかったんですけど、キャンプ行って一番端にちょっと体格のいいおじさんっぽい人が投げてたんで、いやこれいいんじゃないかなってキャッチャーに聞いたら、去年もっとストレート良かったですって言うから、って言って、でもこれ選手名鑑書いてありますよ、木下拓哉が今季ブレイク候補に挙げる左腕って書いてある。おキャッチャーから見てね、うん、いいんでしょうね。さあどうかな。そっち。野手はアキーノ選手とリューク選手2人挙げてくれました。まあ、アキーノはこうメジャーで打ってるシーンを見るとちょっとアウトコースに行くと空振りしてるんですよ。だけど、まあ、誰かの指導かなんかで多分変えてるかなんかだと思うんですよ。真面目であるっていうのは外国人活躍の一つポイントでは、そうです、大きいですね。やっぱスワローズでも真面目な外国人はいました。ラムディさんは非常にこう研究熱心ですし、やっぱ真面目ですよ、そういう部分に。クロマティどうでした。不真面目です。リューク、はい、バッティング見てたら手先で振ってるような感じがするので、まあ、ピッチャーからするとあんまりそれって怖くないかなっていう感じがしますね。でもあれだよ、ドラゴンズで覚醒しそうな選手だよそれ、ダイがあんまり良くね今の。ネガティブだな。そう。でここからです。これがショートで本当にバッティング良かったらもう日本代表するぐらいになってくると思うんですよ。その予感はある。バッティングをその今ね、あと和田さんがね多分ね、アキーノと鵜飼と細川選手に必死なんですけど、ちょっとリュークにまだ行ってないので。なるほど。そろそろ、あの和田さんのスイング練習の時ちょっとゴルフスイングのこの打ち方がゴルフの指になってるのちょっと気になるんですけど。来週はセリーグ順位予想お楽しみに。牧原さんと谷繁さんがなんと全部一緒。ちょっと変えます。変えるなよ。